皆さんこんばんは、池井助です。本日2024年、10月20日、20時44分、先ほど横浜 DeNA さんと読売ジャイアンツさんの試合が終わりまして、残念ながら、1対0で負けてしまったんですごめんなさい、本当にごめんなさい。いや今日ね、今日の試合用に、やっぱりホームページは IKS 君で、清一番のところに、しっかりとした内容とか、こう、いっぱい書いとかなきゃならないかなと思って、いろんな、判例だとか、いろんな内容、いっぱい書いてたんですよ。そしたらもう、試合開始前くらいか、ものすごく急に眠たくなりまして、で、それで、そこでいつも転がっていたらどうなるかって言ったら、まあ、大体、もうなかなかこう起き上がれなくなってたとか、その今まで書いていた文をこうまるで帳消しにするかのような作用っていうものがありまして、まあ、そこちょっと踏ん張って、その寝転がって、寝ようとしないように、もうとにかく試合時間まで踏ん張って、取り込んでたんですよ。で、ごめんなさいね、出足からこんなに笑ってしまいまして、これ理由はあるんですよ。いつも試合の勝ち負けに取り込んでいて、笑うことなんかまずないんですけど、7回、これ、ね、オコエ選手に聞いてみたいんですけども、一瞬その、いや、わざ、後からスローで、いや、わざとかなって思ったんですよ。だからその時ね、それまでの積極的な守備、とかで何か、こう、誤作動が発生して、前に出てきすぎて、まあ、まあ、1点差のゲームですから、僕は今まで言ってきた内容とかも聞いていたりとか、もしかしたらこう伝わっていたりとかして、そこを、ノーバウンドで取りに行かなきゃならないかな、目測を誤って、難しいショート、バウンドになって、ああいう風になったのか。いや、その時点でまだ僕笑ってないんですよ。笑ってないんですよ。どちらとも受け止めれますから、まあ、ライナー性のあたりとかで、こう、まあ、目測を誤ることっていうのは、まあ、ごくたまにありますから、一瞬僕の頭の中でもよぎったんですよ。あ、フライかなって思ったんです。それでも、小林選手、わかんないですよ。前進してきたようになったとも、考えられますから、まあ、その件は、置いとくとして、まあ、サードまで行けましたと。で、その時点で僕もまだ一切笑ってないんですよ。で、その次のバッターの人が、まあ、巨人の方は前進守備で、まあ、そこでまあ、僕の方がワンアウトでしたから、まあ、外野フライ、深いところへ打てば、1点入るケースだとか、まあ、何かさ、正解を考えて、その正解は、横浜 DeNA の選手へだとか、まあ、とにかくまあ、正解、何かしらの正解を考えておけば、まあ、まあ、ややこしい話ですけども、クイズ要素とかもありますから、まあ、まあ、そういうふうなことも考えて取り組んでいたらよかったのかと思うんですが、どこでも割れ始めたらもう止まらなくなったのが、もうありえないんですよ。試合中に、もう今まで取り組んでいた試合で、試合中に笑い出したら止まらなくなることね、今までなかったんですけども、わかんない。読み合い、ジャイアンツとの試合で、ごく稀にそういう試合があって、もう特にこういうふうな大事な局面、それ、日テレの中で焦点っていう、昔もそれ番組で笑わせるとか何かそういうことを言われていたことがあって、それ全然思い出してないんですよ。思い出してないんですけども、何で笑ったかって言ったら、こう、うちに行く前にね、バッターの人はベロ出しませんでした。そこで、多分、もうこれね、もう、本当に、このクライマックスシリーズ、僕、一切遊んでないんですよ。まあ、バラエティ番組とか見てないですし、試合が終わった後も、試合が終わった後も、まあ、いろいろ、こう、何か、ニュース関係のところ、まあ、スポーツ関係とかでも、まあ、ちょっと、ドジャースの結果とか、気になったりだとかで、こう、検索したりだとか、まあ、そういうような形で対応してるんですけど、ベロ出した瞬間、テーペロっていうワードが、頭が勝手によぎったんですよ。で、これね、今日一日で何があったかって言ったら、業務スーパーのところでなんですけども、
まあ、何かこちらが考えたことを一瞬最初言ったか、こちらが、最初、こちらが何も考えてないのに、まあ、何か、聞こえてきたみたいでレジを売ってる人が、ね、まあ、何か統率言い始めたんですよ。で、次、言ってあげた方がいいかなって、今こっちに何も考えてなかったけども、それコンピューターが勝手に言ってくることあるから、気にしない方がいいですよってこう言おうかなと思ってたんですよ。でこう、まあ、生産お金入れようとしてる時に、まあ、生産機能にそこで何々出ましたとかそれはこっちがちょっと考えたことなんですけども、それきっかけで、やっぱりもう言っといた方がいいかなと思って、もうそれコンピューターが勝手に言ってきてるから、もうほっといた方がいいですよっていうことを、まあ、一応言って、まあ、最後の方で、敬語じゃなかったところが、ちょっとダメかなと、まあ、今最後敬語で締めくくってなかったの、ダメかなとかいうところとかもあるんですけども、それを、わかんないですよ。もう、それを言ってしまったがゆえに、その、ベロを出した瞬間、テーペロっていうワードが頭によぎった瞬間、もう、こんなことまずないんですよ。試合中もその後も、僕、笑いっぱなしで。ちょ、もう、多分ね、僕の方も多分そのクイズ要素のところでわざとじゃない部分を、その正解なのか不正解なのか、これも全然わかんないですよ。今日のホームページ淡井圭介の出来の一番のところの書いてる文章を読んでもらったらわかる通り、その最終的にね、まあ皇室の方たちとかに当ててるメッセージや、まあ他の人たちにも、まあこれ本当に河川水門解析玉発電とか、本当に世界全体のこれから先の命運とか全てかかってますから、そんな状態で、ね、こちらの気力が持つかどうかのところで、ね、考えてみたらわかるみたいなことを、書いてるんですけど、わかんないですよ。コンピューターが今までその試合中全然笑ってなかったもん。ここぞという局面だ。わかんない。気力充実させたのかな。なんかもう、正直ね、ドジャースの試合も、今、結局ヤンキースの試合もそうですけども、ガーディアンズとの試合で、結構最終戦までもつれてる形なんですかね。正直、この、経営者の思うつぼというか、この、いや、その、わかんない。もう本当わかんないです。本当。まあ、オリンピックの試合の時でも、もう、ちょっとでも、こう、心の声とか、頭の中とかでも、ちょっとこう、自分の言葉のワードが、の中に、こう、笑ってるような声が混ざっていたら、今のは、皮膚が動いただけだとか、こう皮膚がこう、ちょっとだけこう、動きそうになった時とか、まあ、そういうふうなワードで、回避とかしてましたし、まして声に出して笑うことが絶対なかったんですよ。で、いやだって阪神タイガースの試合でも岡田監督がね、パインやめっていう、その舐めとんのかの話、ベンチで舐めてたんですよ。それでも僕笑わなかったんですよ。岡田さんの方笑っていて、でそれこちらは笑っていませんっていう形で、対応して、勝ちに行ってるっていう状態だったんです。今日の試合中でね、その試合開始前に僕はすごく眠たくなったみたいに、やっぱり三浦監督もベンチで、なんかこう、自動ですごく眠たくなってたでしょ。それ見たときに、あ、もうこれ何かあるわって思ってたんですよ。その何かあるわがさ、笑い出したら止まらなくなる現象で、これはね、もう僕も今までこう、もう本当に2年間、こう、もう、軽く100試合を超える形で、試合の勝ち負け、取り組んできて、絶対そうなんですよ。例えば阪神タイガースの試合とヴィッセル神戸の試合が重複していたりだとか、テレビ、まあ、テレビを見ながら、取り組んでるっていう形でも、オリンピックの日でも、男性にしても女性にしても、柔道でも1日で、決勝戦まで全部行うわけですから、1日に多い時、他の、種目とかも合わせると20試合くらい、取り組もうとしたり、まあ、そこはテレビを見ながらプラス、インターネットを通してたとか、もうそれ、笑うことなんかないんですよ。で、だけど、今日は一気にもう、
テンペロっていうワードがよぎった瞬間、こっちがごめんなさい、もう何のために遊んではならないルールがあるのかも僕もよく分かんないんですけども、分かんないですよ。途中で阿部監督とかも読売ジャイアンツの笑い始めて向こうも笑ってるとか言いながら、でもこれ笑いが止まらなくなった時点で、もうこれ僕本当にこれ体勢立て直す難しいなっていう形で、もう笑い止まらないんですよ。止まらないから、もう家の中でね、その、まあ、iPad を見ながら TVer で、試合の勝ち負けに取り組んでたんですけども、笑い止まらないまま笑ってる状態でこう家の中をこう行ったり来たりずっと歩いてるんですね。でまあそのゴルフの方なんですけども、試合中ずっと歩いていたら、そのもともと勝たせようと思ってた選手にこう良い結果が出るっていう形のものがあるんですよ。でそれも笑いながら歩いてる状態、とにかく今歩いてる状態で、なんとかその後まあ回避してというような状態で、もうその後まあ 連打を浴びてもおかしくない、笑いっぱなしの状態ですよ。もうそんな状態だったら多分横浜 DeNA の選手の人がもうもうこういう風な状態にこうなってしまいそうな状況かと思うんですけど、まあそこをなんとか、乗り切ってでやってたので疑い出したらきりないんですけども、いやだからオコエ選手のそのプレーが、そのプレーというか行動が わざとなのか、こちらが外野フライだと思ってしまったから、こう取れなかったプラス全力プレーの話で前にダイビングキャッチしに行かなきゃならない場面かと、そう思っていったのか、まあ、前日のジャクソン投手のファーストに全力疾走しなかった件とか、わかんないですよ。金銭事情。わかんないですよ。もう、TVer 無料で見れますから。もう何理由かわからないですよ。その最終戦にも連れ込ませようとしてるのか、そこ僕の書いてるホームページの内容に合わせて、宮崎敏郎選手の時に、僕も今日の試合でね、宮崎選手じゃなくて宮崎選手になってたんですよ。分からなくなってしまって、あれ確か宮崎選手だったと思って、こうなんかこう自分の中で誤作動が発生して、で今日早い方のイニングで、1、2塁の場面、ピッチャーの人が、ヒットを打ったどうでしたっけ、どうだ、梶原選手のところ、強引に梶原選手、いや違う、梶原選手だったっていうところで、もうこれ完全に自分の思い込みなんですけど、それで頭の供給途切らす、言葉のワード間違えてるんですけども、頭の供給しっかりって言って、ヒットを出てたんですよ。だからそれ、後で、あれ、阪神タイガースの試合の時、岩崎投手ってこう間違えた時、岩崎投手じゃなくて岩崎投手ってこう思った時にうまくいってなかったのが、岩崎投手ってこうしっかりしていたの、あれ一体何だったんだろうになったんですよ。でこれ、なんでこんな機能があるんだろうって、あそうかと、相手が間違えてくる時があるから、こちらも思い込みで、どうにかするしかない場面とか、これ多分あるっていうことなのかなと。まあそういうふうな場面があったんですけど、やっぱり、ああ、ダメだと。しっかりした内容で組み立てていくには、やっぱり宮崎選手というワードじゃなければならないはずだということで、もうフルネームで宮崎敏郎選手というところまで、組み立てて、最終回も、場面が出来上がってたわけじゃないですか、一、二塁で。で、まあ、大勢選手も真ん中にボールを投げ込んできていたと。そこは多分まあ積極的に、まあ、甘いボールが来たら振っていって、まあ、とにかく、まだワンアウトでしたし、打線を、繋いでいくと、まあ、筒香選手があらかじめ、
まあ、バッターボックスというかネクストバッターボックスに出てくる動作が出てましたので、まあそこはつないでいく場面で、まあ右中間左中間とかもしくは、ライト線とかレフト線だとか、まあそういうふうなところへ、まあ運べたらいいなと。で、まあ正直、まあセンター方向へのその大きな打球は、まあ確率論で言うと、なかなかセンターフライとして、まあ処理されるケースが、多々ありますと。まあ、ワンアウトランナー、一、二塁ですし、まあ、絶対に1点を取られないような形で前進守備をしてくるような場面でもないですし、ランナーがサードにいるわけでもないですから、そのタッチアップを飲んだとかだから、まあ通常守備ですし、まあ狙いどころのヒットゾーンとしてはそういうふうな右中間左中間の間に、まあ、ライナー性の、当たりを、もしくはまあライト線レフト線のところのライン際のあたりを狙って打球を打ち込むと、まあ、こういうふうな形だと思うんですけども、いやね、その筒香選手の時も大勢選手初球ど真ん中、ど真ん中が合計、宮崎敏夫選手と筒香選手でまあ、2球以上は絶対あったと思うんですよ。3球あったような気がするんですよ。でそれも打ちに行って、打ちに行ってヒットにできてなくて、こう、ファールになってたりしていて、ちょっとね、その辺のところは、もう一旦もう頭の供給をしてる状態で、その供給量が少ないからか何だったのか、ちょっと僕も、お二人の選手の時の状況は、はっきり、まあ、どれぐらいの頭の供給量だっただとか、言葉のワードが多分組みかけてる途中だったような気がしますね。それでまあ、ど真ん中のボールですらファールになってしまうという。まあ、もともと阪神タイガース、試合の勝ち負けもずっと、まあ、もうずっとそういうふうな状況なんですよ。まあ、まあ、だからどちらが有利なルールでどちらが不利なルールだとか、まあそういうふうなところもあったでしょうから、だからまあ今日早いイニングで、相手チームも、いや要するに、まあ、読売ジャイアンツさんだとかも、同じルールというような形で。っていうのは、今日浜口投手が先発だったと思うんですけども、敬語じゃなかった時にヒットを打たれたか、まあ、ボールになったかのどちらかだったと思うんですよ。だからそういうふうな形で、心の声で横浜 DeNA の皆さんへ、敬語でお願いしますと。だから、まあ、そういうふうな部分が最初見受けられたので、で、かたや、ベンチで、やたらとこう、巨人の選手を映ってるじゃないですか。で、僕のここ、言葉のワードの組み上げとか、僕は疑問に思った。ことが一瞬頭の中よぎった時に、岡本和真選手が察知して、本当に入っとんって、僕は一瞬思ったその頭の中の行き先をね、岡本和真選手がこう一瞬言ってきて、で、それでまあこちらの方がという、横浜 DeNA のピッチャーの人が、まあヒットか、ヒットを打たれたか、フォアボールか、というところだったんですけども、その、警報を使ってなかったっていうところ、しっかりと、覚えていて、岡本和真選手のところで場面を回ってきてたんですけども、そこしっかりと、打ち取ったりだとか、まあ、その時の内容に合わせて、まあ、対応してたんですけども、まあ、最後の最後、まあ、もう一度自分に、もう、試合中笑ってましたけども、もう、まあ、もう9回、最終回の攻撃もしっかりと、気持ち立て直して、底力だとか、まあそういうような言葉のワード、淡いケースから芯が強いですだとか、まあそういうことを、言葉に出して言って、まあなんとか対応しようとしたんですけども、残念ながら本当にもう、神一重で、負けてしまいましたというところです。
まあ、非常に、残念な結果なんですが、まあ、あとは試合中、サッカーの試合があったのかな、なかったのかなっていうところなんですよ。だから点が入りそうなところで点が入らないだとか、それは例えば阪神タイガースの例で言うと、ヴィッセル神戸の試合が行われている時、ランナーは出れども得点ができないっていうケースがあって、その間ヴィッセル神戸の方に得点が行くっていうケースがあるんですが、神奈川県って J リーグのチームはたくさんあるじゃないですか。土曜日に試合したり、日曜日に試合したり、たまに金曜日に試合したりとかありますので、試合中はちょっと気になったりとかもしましたね。だからまあサッカー界には得点あげませんよというような内容を、まあ組み上げたのがそのもう終盤なんですよ。だから早いうちに気がついてなかった、得点を持っていかれていたら、その間にどうなって、まあ、リードしていて、まあ、相手チームが得点してサッカー界の方がですよ、同点になってる場合だったら、こちらの方に1点入っ、まあ、1点差にできたりだとか、まあ、そういうふうなことが考えられるんですけども、うん、まあ後でまあちょっと今日 J リーグの試合があったかどうか、昨日 J リーグ、まあ、特に神奈川県のチームですね、試合があったかどうか、確認して、まあ、そういうところだったのかなっていう気もするんですよ。そこを先に見破っておかなければ。確か、早いイニングでもう横浜 DeNA さんの、その横浜 DeNA の試合にもう集中ですと、このような試合が最優先であると、まあ、そういうふうな対応をしていれば、大丈夫なはずなんですよ。もう1点取られたにしても、中山選手に内角のボールを、ホームランを、まあ、思いっきりこう引っ張るような形で打たれて、まあ、あらかじめ解説席とかでも言ってたんですけど、ロースコアの時の、まあ、ホームランが効くだとか、まあ、確かにそれはそうだと思うんですよ。だから、まあ、そこを打たれた後、まあ、しっかりと、同点にできる場面、まあ、7回の奥江選手のところですよ。だから、ね、これ、わざとかなって思ってしまった、笑ってしまうっていうことは、わざとじゃなかったっていうことなんですかね。その間違えたら笑ってしまうっていうね、そのごめんなさいね、焦点を思い出したら頭の中の思考回路、面白い方向へ面白い方向へって考えてしまう部分があって、今面白いことをその焦点のところでね、面白い方向性の話、あるんはあるんですよ。それちょっと踏ん張って、言わないようにしておきます。それ聞いた。それ試合中に思い出す。もう絶対笑ってしまうと思うんですよ。これ、言っておいて見破った方がいいのか何なのか。ごめんなさいね。まあ、ちょっとメモして置いときます。でも、あとはもうそのメモした用紙伏せといて、どんなことが書いてあったのか。とにかく、明日は本当にもう、明日の試合は本当にもう、落とせませんし。もう、すんなり済むかなと思ってたんですけども、こんなに、難しくなるとは思いませんでした。一緒です。本当にもうこんなにスポーツの試合のその取り組んでる時間帯、もうこんなに割り出し止まらなくなるようなことあるのかっていうぐらい止まらなくなるんです。おこれ選手止まらなかったところ。分かんない。その日テレ、日本テレビ放送も株式会社読売新聞商店の話、その先の話が本当あるんですよ。本当に面白い話もそこなんです。一般人の人もう絶対笑いっぱなし
もとあるアニメがね、漫画あの40周年記念をあの目前で、まあ、新しくリメイクを作ってるんですが、もうその話、そっから先のその話、もう題名聞いただけで絶対わかります。笑点っていう、ついていくの。ごめんなさい、もうこれ以上言うともう言ってしまいそうになりますんで、もうあのこれぐらいにしておきます。以上です。皆さんお疲れ様でした。もうこれ第三者が見たらあの人もあんなことになってたらそら立たれへんよ。もう絶対に言われそうなんで、でまあこれ後から全部そのもうある意味政府とかの隠蔽工作とか全部つながってくるんですけど、もう今日春山整骨院が休みで、本当最後の最後で今までの話を全部逆に持っていこうとするような、状況、本当にまあ今日本当試合開始前までこういろんなことを打ち込んでいて、あのアクセスできるようにしてホームページはケースクリニックの一番からですよ。でも17時30分くらいかもうこういう状態、そこ踏ん張って筋トレしたりとかしてもうその銭には騙されないぞと、このその記載した内容とかがこう特典になってるような部分とか今まであったわけじゃないですか、ペナントレース中で。だここで 寝転がったらその横浜 DeNA の特典がどうせ読売ジャイアンツに行くだろうだとか、まあ、そういうようなところで、そうならないように、もう寝転ばらないように、もう、なんとか踏ん張ってたんですけど、まあ、ただ、もうこれもルールややこしいんですよ。例えば、昨日のドジャースの試合とかに関して、その数日前から、まあ、こちらの状況とかを指して、大谷翔平選手は寝といてっていうようなことを言ってたんですけども、それに合わせて、ドジャースの試合が終わりそうな時間帯まで、まあ、その、何試合かそれでちゃんと勝ってるんですよ。家の中で、まあ、寝転がってるみたいな形だとか、まあまあとにかく、明日の試合は、重要だということで、しっかりと、お互い対応していきましょう。以上です。皆さん本日お疲れ様でした。